秋篠宮家の眞子さまが、23日に、30歳の誕生日を迎えられました。3日後に迫った小室圭さんとのご結婚を前に、皇族として過ごされる最後の誕生日です。お住まいの赤坂御所を散策する眞子さまの隣には、妹の佳子さまも一緒です。どんな話をされているのでしょうか。お二人で笑い合う場面もありました。 10月23日は、ま子さまの30歳の誕生日、誕生日に合わせ、映像を宮内庁が公開しました。皇室ジャーナリストの山下晋司さんは、非常に明るく、仲良くお二人で散策されている感じは受けました。ちょっとお痩せになったかなと、PTSD というお話もありましたので、体調の問題でお痩せになってなきゃいいですけど、 マコ様の公務は14年間で海外の公式訪問が5回7カ国にも及びます。今月、ブラジルとパラグアイの政府からは勲章が送られました。マコ様は3年以上も変わらぬお気持ちを貫き通してこられました。結婚まであと3日、マコ様は結婚して皇室を離れられます。ただ、一つ心配なのは 秋篠宮彦さまの父親で学習院大学の川島達彦名誉教授が緊急入院したことです宮内庁からは結婚の日程への影響を懸念する声も上がっています皇室ジャーナリストの山下真司さんは入院されたから変わるということはありませんけどどういったご様子なのかをお二人がどう踏まえてどう判断されるのかということになる マコ様は25日午前に上皇ご夫妻を訪ね、結婚の挨拶をされる予定です。